こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田と鈴木です。本日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、異常の際に脇に手が入らない方の異常方法ということで、まあ、どういったことかと言いますと、上肢の、筋緊張が高い方ですね、ぐーっとなってる方、僕結構いつも異常するときは脇に手入れて肩甲骨まで入れましょうって話してるんですけど、それができない方ですね、ぐーっとなってたり、まあ、場合によって進展してこうなってる方、そういった方の、まあ、入れ方ですねが、まあ、工夫すれば、まあ、入るので、まあ、僕自身今まで入らなかったことはないので、まあ、そのやり方をねお伝えできたらなと思いますので、最後までご視聴ください。僕たち足の木チャンネルではこういった介護技術を紹介していますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。以前ショート動画で、紹介しましたおすすめの転職サイト、介護ワーカーさんのリンクは概要欄に貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。では実際にね、今ねちょっと鈴木さんいますんで、鈴木さんに教える形でやっていきたいと思います。はい、じゃあ実際に、上肢の緊張が高い方ですね、今山田くんやってますけど、まあよくねクロスしてる方いらっしゃると思います。でうーっと脇締まってるんですけど、こういった方は異常するときに入れたいんですけど、どうやってやりましょうか。やってみていいですか。はい、こう入らないですね。入らないですね、はい、まあでも正解です、今ので。はい、この、まあ、前腕の方から入れてください。で両手からいっちゃうとちょっと入らないんで、片方から入れてください。そしたら向き締めといてね、はい、こっちに入れていくんですよ、外に向かってこっち方向に入れていくんで、うん、まあ、こういう感じです。はい、こっちね、こっちに手出す感じで、ある程度締めてくれているので、言い方を変えるとその力を利用してあげたらいいです。なのでグッと入れてあげると、これでね、結構なリソース入ります。で、こっち入れたら、次、反対側も同じように外に持っていきます。ちょっと後で正面から撮影しますね。そうすると、入るんですね、うんうん。で、このまま肩甲骨まで入れてあげたら大丈夫です。で、今山田くんやからできてんちゃうかってもちろん言われるとは思うんですけど、結構これででもできるんですね。はい。ちょっと今のでやってみてください。はい。いきますね。いかないですよ。いかないですか？行かないですこう斜めに入れてこうです。もうこっから入れようとしたら入らないんですよ、うん、肋骨とか肘のあれが、はい、骨があって、うん、もう結構奥まで入れちゃってください、ね、もっと、はい、もっと入れちゃってください。これって今上まで行ってないけど、ここでもいいんですか。いや、まあ、肩甲骨まで持ってたら一番いいですけど、うん、それでも入らないんやったらここでもいいです。ただこの時に注意してほしいのは、やっぱり肋骨今支えてることになるので、グッと持ったりグッと押さえてるとやっぱ痛いです、うん、なので、まあ、いつも言う中腰筋握りで手に力入れる必要ないんですね。なんでかって言ったら、リュウスさんが挟んでくれてるから、うん、そしたらこうフリーな状態でも、例えば両方同じようにすると、低い位置でも今僕全然力入れてないです、うん、ただ挟んでくれてるので、言い方を変えるとこれで持てちゃうんですね、異常ができちゃうんですね。なのでそういった考えでちょっとやってみてください。はい、なるほど。はいはい、じゃあ意外と通りますよね。そうですね、はい、うんうん、OK です。はい、はい、と、まあ、あとはね、それでも入らない時っていうのは、まあ、僕たちやったら理学療法士なので、一応、まあ、筋肉をねちょっと触ってあげる、うん、そうすると筋肉の緊張っていうのは多少緩みますし、手がクロスしているのであればまずね取ってあげてください。はい、うん、ちょっとぐっと脇締めるような形でやっといてもらったら、もちろん手と手が交差してるのでね、傷つけないように外してあげます。はい、そうすると、まあ、ある程度スペース生まれますよね、うん、でこの状態になれば、もちろん外すとまたこうねなったりしちゃうんで、このまま持ったまま、これぐらいは多少動いたりします。あの関節拘縮があっても、でこの状態であの筋肉緩めてあげたりとか、もしくはもうこの状態だけでもいいです。こう重なってるやつを取った状態でこう入れてあげる、その隙に。そうすると意外とあの入りやすかったりもするので、そういった工夫をしていただけたらいいのかなと思います。はい、はい、でちょっと正面で取ってみますね。はい、はい、まあ、こういう状態ですね。ちょっと見えにくいかもしれないですが、どうしてもねこう正面に入っちゃうと、なので斜めからしますけど、
まあ、さっき言ったみたいにまず外してあげます、はい、こんな簡単には外れないかもしれないですけど、まあ、右手が上に来ているのであれば右手をちょっと上げるような形で取ってあげてください。でその隙に左手を差し込みます。ここですね、こんな感じでちょっとこれでグーッと締めて、まあ、クロスのままでじゃあ締めといてください。こう入れます、こんな感じで、はい、ここね、こうで反対もここですね、前腕のこのスペースにこう入れ込んで結構奥まで入れちゃってください。でこのまま上を持つような感じですね、こうね、はい、そうしてあげると両方やってあげる。だから入れ方としては片方入れて片方入れて、まあ本当こんな感じ、イメージはでやってもらうと、あとはリュースさんが挟んでくれる力を利用すれば以上できます。はい、はい、じゃあ今度屈曲グッと曲がっているパターンですね。このパターンが、まあ、より難しくはなってくるかなと思います。さっきは前腕の下をくぐらすことができたんですけど、今はそれができないので、はい、ただこの時は本当にここです。ここ。わかるかな？ここの肘の空間ですね。ここに向かってこう入れるようなイメージです。はい。ちょっと前屈して。ここですね。ここの肘に入れる感じです。こう。で入れ方としてはこっからは肩甲骨いきなり持つといけないんで本当に下に向かって入れます。こうはい、でさっきと一緒にしっかり入れ込んだら、あとは手をね上に抱えてあげたら、上げてあげたらこれ両方でこんな感じでいけます。でこの時ももし上まで通らないやったら肋骨になるので、そんな力入れる必要ないです。グッと締めてくれるのでその力を利用してあげたらいいです。その代わりに、ね、もちろん落とさないようにだけは気をつけてください。いうようなやり方でやっていただいたらいいので、はい、ちょっとじゃあもう一回ベッドに行っていただいて、こうですね、はい、でこの時に無理に、はい、今入りましたよね、入りました、はい、この時に無理に本当にグッと引っ張らないでください。っていうのも筋肉の緊張っていうのは、ちょっといいですか、はい、筋肉の緊張っていうのは無理やり引っ張ると逆にねグッと入っちゃうんですよ、うん、なのでこれ本当に入らないってなったら、まあ、肘の筋肉をちょっと触れてあげたりとか、まあ、ここの脇、大胸筋を軽く触れてあげたりとか、あとこの手首ですね、手首を軽く添えてあげながら、できるだけ肘に近いところを押さえながらこう広げていくようなイメージで、別に無理に広げる必要ないので、ちょっと広がったらその隙に入れるみたいな、はい、そういうイメージでやってください。はい、はい、できますね、はい、そう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 、はい、そうですね。で反対も同じです。反対って右手使えないじゃないですか、はい、どうやって広げるんですか。もうここに空いてるスペースを、スペースに、とあとはね左右差見てあげてください。どっちかが緩かったりします、比べると、はい、できつい方から入れてあげてください。なるほど、はい、でその状態が作れたらあとは移乗します。はい、ね、はい、そうですね。そしたらある程度上肢の力でねグッと支えてくれてるので、体重量としてはそんなに多くはないですよね、はいはい、でこういう方っていうのは絶対足も伸展したりしてます。拘縮がね緊張高かったりするので、まあ、このやり方はねちょっと今日は割愛します。ごめんなさいね、時間の都合上別の動画で紹介しているので、その動画をまあ見てほしいんですけど、上肢の、こういうパターンの方はだいたい下肢もピンってなってますので、まあ、ここも気をつける点たくさんありますので、気をつけてぜひやってみてください。ということで今日は、まあ、上肢ですね、ぐーっと緊張高い方の、まあ、異常の仕方というか手の通し方ですねを紹介させていただきました。では鈴木さん感想をお願いします。感想というか、まあ、不安というか疑問なんですけど、緊張してる人の脇の下に手を入れて、まあ、締めてくれてるから持たなくていいって言ってたんですけど、うん、それいきなり緩むってことってあるんですか。いや基本的にないです、うん、はい、もうこっちが力入れるとかえってぐっと締めてくれます、余計に。なので緩むことはまずないと思います。あ、大丈夫なんですね、はい、大丈夫です、ありがとうございます、はい、じゃあ山田君ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、どうしてもこう緊張が高くてなかなか入れれない方、先ほども言ってたんですけども、こう広げるやり方なんですけども、あれはもうゆっくり時間をかけて伸ばしてあげてください。こう先ほどねスカッとこう早くしちゃうと余計緊張が上がってしまうのと、ゆっくり長いこと時間をかけることによって、抑制、筋肉の抑制っていうのを働いて徐々に徐々にちょっと柔らかくなって開いていくっていう特性があるのでやってみてください、はい、まあね介護現場なかなか時間の都合上ゆっくりっていうのはどうしてもどの動作においてもできないですけど、まあ、そこは慌てずってとこだけ気をつけてやっていただけたらなと思います。
ということで、いつもコメント、高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、チャンネル登録、応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。